ああ、ギャラリーでそうですね。バンド・オブ・ファイターズのイラストとか見れてたね。ダントラっていうのは、ダンジョン・トラベラーズですね。ダンジョン・トラベラーズで。たまに配信してるんですけど、紳士向けのゲームですね、これもね。前回どこまで行ったんだっけか。全員クラスチェンジして、全員クラスチェンジして、なんかダンジョン途中だったな。塔のなんか鍵開けて、そこ、これから調べるってとこだっけな。どうだ、一番上かな。視聴者数、ダントラやってる時はいつも視聴者数で、ね、10人前後だから。ダントラまったりやってますんで、いつも。KOF チームトレーラーもまた続きあるよね。もう全キャのクライマックス見ちゃったから、割とあんまりって感じなんだけど、これが封印されし、はい、この扉にかかっている魔法を解除するわ。これで大丈夫。うん、先を急ぐわよ。えい、扉の封印が解除されました。間違えた。使っていこう。魔法炎症中、あれまだ事故るからな。技は魔法止めないと。止まった。うん、ダントラ久しぶりなんでちょっと忘れてるな。ダンジョン RPG をさ、メガテンもやってるからさ、ごっちゃになることがあるんだよね。だから蘇生アイテムか。メガテンは下押したら振り向きなんだよな。このゲームは後ろ歩きだけど。魔法衣装2人。ストップストップ。
ゼリーゼリーマンねゼリーマン次はもう大丈夫なはずだから、もうガーポ溜まったからゼリーマンから離れられるはず。結構広いな。ガトーショコラ。全体 HP 回復。お、ラーメン屋のっちゃん。別にいいっす。ありがとうございました。うっす。何もなし。止まらない。止まらねえぜ。死ね。危ない。えい。前回黒騎士みたいなのを倒して、それがまだ仲間になってないんだけど、多分。このダンジョン内で仲間になると思うんだよな。あ、間違えた。さあ、違いか。もう2回攻撃。麻痺ガス、麻痺麻痺。逃げたか。KOF でも発売までまだ1ヶ月あんだよね。1ヶ月あったらまだ何か次の体験版とか、さすがにオンライン体験版を出してくれると思うんですけどね。これ今体験版この7キャラだけでトレモができる状態なんで、みんなその7キャラだけすげえ仕上がってるみたいな、そういう状態でスタートしちゃうと思うんだけど。え？イベントか。体験場にいないキャラが全然使えないみたいな。あれ、これ戻れるよな。さっきまで戻って。さすがに先にマップを埋めるでしょう。パイネル高いな。なんかいいもある、わかんないんだよな。いや、ダイナソーだらけになるかね。バリオン、みんなを支える。
見つけた。エルのキャラも多分そのうち仲間になるんですよね。あれ仲間になっちゃったら男女内の店はどうなるんだろうね。モニカの時みたいに別キャラになるのかな。動物推しだからな。できてるね。逃げますよこれ。もう行っちゃっていいっしょ。弱点なんだったっけあれ。水か。レベルは今18、17。はいはいはい。前回ボス戦すげえ厳しかったんだよね。超ギリギリ勝った感じだったんだよね。雑魚戦はもう余裕なんだけどね。敵のレベルが13か。まあ、大体目安として敵よりレベル高ければいけると思うんで、ボスのレベルとかをね見といた方がいいね。
ちょうど。これ危ないやつじゃないの？違った。攻撃じゃなかった。いまだにザコの攻撃で全滅することあるからな。魔法の火力だけ飛び抜けて高いんですよね。でもゼコ、前回変異種のボスは倒したんだよね。なんかハーピーの変異種みたいなの倒して、いつも通り脱がして縛ってみたいな。これもここしかねえな。階段がある。ディオニール様どこに？セーブしとく。ボス戦の前にはメッセージが出ると思いますけど、しかないじゃないか。また階段だ。お、全然違うエリア出た。まだあるんか。広いっすね。アイテム持てる？これ28、結構いっぱいになっちゃってるな。これいらないわ。使ってないアイテム使った今。使ってない。拾った。あ、拾ったか。あのピコンって音はアイテム拾った音だったのか。そうかそうか。すっかり忘れてたけど、そんなスキルを持ってたね。移動移動中にアイテム拾うことがある。いつの間にかアイテム欄が埋まってたりとかいうことあるんか。あと1個しか持てないんだけど、これボス戦のレアドロップとかを持てないとかあるんじゃないのか。なんかいらないもん使っちゃうか。
わらばぬしとかいる？これ10円玉とか使う？誰に対して使いますか？何も起きなかった。捨てる。3つぐらい開けといた方がいいな。納豆食う。沈黙。納豆巻き返したら沈黙したんだけど。納豆ダメか。あれだな、動画の配信のタイトルが KOF のままだから、タイトルだけ見てきてる人がいそうだな。もっと先を目指そうよ。このまま行くか。なんか買ってよ。誰が欲しい？いや、いっす。またね。大丈夫だよな。トルサギ状態で行くか。一応あれだよね、巻き戻し再生みたいにできるんだよね、 YouTube の配信って、まあ、それで KOF パートも見れるから嘘はついていない。バリオンの弱点は全部埋まってきた。スロースロースロー、またがどうしようこら。聞いてないな。また階段か。長いぞ。完全に新しい階じゃん。マジか、結構あるな。そんな長い段じゃあったんか。本気出しちゃうよ。どうぞ。あら、新キャラマーメイドが出てた。
エイリさん、エイリさんリスペクトしてるキャラ多いな。アーメイド何キャラだろう。多分サンダー弱いっすよ。当たらない。ポイズンが全体魔法なのがうざいね。ダンジョンね、一回あの変異種のボス倒してますけど、もう一匹いるんかな、それとも人間のボスかな。今のところボス倒したら 100% 縛ってるんで縛り上げてるんで、またフリードさんが頑張ってくれると思うんですけど。アイスエッジ危ない、結構減った。ヒール間に合う。セーブ。これアイテム持てなくなっちゃうやつだわ。って感じなんだか。一回帰りたいんだけどな。そうするとここまで来るのに時間かかるよね。ショートカットがあればいいんだけどね。なさそうなんで。バナナジュースとか飲んでいく。回復した。メロンジュースも飲んじゃう。何も起きない。マジで広いな。お、キョンシー。あれなんかの色違いじゃないか。あんなキャラ前にもいたっすよ。タオシーだっけ、前いたの。コンパチじゃねえか。まずい。ちょっとまずいやつだ。ファンタジアセーフ。とりあえず先に進むか。あんまし戻らずに。まあクリア後でもいけるからね。とりあえず進もう。まずボスの位置を先に把握しておこう。
違えた。やっぱこういうゲームはカラー違いのコンパチはどうしてもいるよね。お、汁飲み。ラーメン汁飲み。今日のシーンなんかアークゲーに出てきそうな見た目してるよな。だらけになっちまった。これやっぱり一回帰らないとまずいな。なんか次拾ったら帰ろうか。あ、間違えた。2だった。あ、今なんか拾った音したな。埋まってしまった。一回帰るか。しかも一個しかない。危ない危ない。買い直さないと。おすすめ依頼、聖域使用3体だとそんなのいる？テイハカラクリ箱とは手に入らないんで、アラバンシに行こう。ワリオン、これいけんじゃない。これ10円玉だった孫さんの、いくつが最大なんだろうな。水神の指は水耐性めっちゃ上がる。また顔見せに来てください。証獲得、何の証だ。戦闘で250回勝利。コピスってのが強いっぽいな。これ探検だからモニカさんだな。ククリさんを外して、だいぶ上がるぞ。だいぶ強い。本当はこいつも剣を装備させた方がいいんだろうな。行動速度超アップついてるからな。まあいいか。バックラブラ6。にしよっか。相手裏を開けないと。
この辺もいらないよな。倉庫は999あるから、まあ埋まることはまあ当分ないね。あとは脱出するアイテム買っとかないとね。あ、そうだ、前回倒したやつできるんでした。エンカウント率ダウン、これありがたい、これはありがたいですよ。松原さんに挨拶しとくか。ようこそ私のテリトリーへ。こんちゃっす。それでは、ま、パーティーメンバー減らす。あれ、これパーティーからキャラ外してできるか。あ、一人パーティーとか選べるんだ。なるほどね。それでレベル上げできると、レベル差が開いた時とか調整できるって感じですか。じゃあちょっとエンカウント率上げるか。休め程度でしょうけどね。すげえ広くなったから分かりづらいが、こっちだな、まあ、出るよね。ここだな。で、階段が左上のやつだよな。右から回るしかない。逃げまくるぞ、逃げまくるぞ。ほら、逃がしてくれ、逃げらんねえ。これ逃げらんないやつか。逃げらんない戦闘かもしれない。先生の話もね、今日新しいのを聞けるといいんですけどね。ただクソ長いからな。扉開けた時に出てくる敵はもしかしたら逃げられない可能性があるな。強制エンカウント的なやつだと。これもダメなやつ、これいけるやつ。出るね。単純に逃走成功率が低い気がするんですけど、ダメだね。やっぱこれ別に絶対逃げられないわけないと思うんだけどな。戦うか。レベルだって相当こっちの方が上だもん。終了時にHP と TP 回復する能力持ってるから、逃げ続けるだけでも回復するんですよね。これで回復するんだよね。よし、ありがとうございました。戦うか。
コネットの声誰だっけ、赤崎だっけなかなかいいキャラしてるな。逃げるぞ逃げるぞ、俺は攻撃しちゃったから戦うぞ。いいでしょう。まあ暑くてもラーメンは食いたいわな。こっちで逃げられない。逃げられないですね。2.69。できてるね。まだまだ知らないことが。こいつは倒したい。最速で逃げる。あいつなんか金結構持ってるらしいんだよね。多分封印書もまだ作れてないからね。出るね。やっぱ扉開けた時に絶対出る敵がいるね。ただ逃げれる。逃げれるね。また来た。一回のダンジョンで何回も出てくる。ここもしかして開けられた。ここショートカットじゃねえか。ショートカットだけど、これがポータルがまだ使えないよね。これも使えるようになるんかな。よし、前回は系のやつだと思うんだよね。そうでもねえな。10ゴールドだな。わかんないっすね。
全マップ埋まってない。お、怪しげな宝石が割れてる。ちょっと待った。セーブですね。さすがに。はい。あ、何かが外れようとした。なんかのスイッチか、ポータルかな。お、これは？あ、これが聖騎士。いいっすね。なかなか。これはやっぱ脱がしていく。聖騎士なのにモンスターなんですね。硬いぞ。スパッツキャラか、もしかして。短パンかな、あれ。新しいの出た。デーモン。かっか。なんか周りを変なのが飛んでる。うん。KOS ステーション見た。ね、いいっすよね。キャベツさん強えな、やっぱ。ね、ラモン使いたいね。呪い。対応で脱出口拾った、ありがたい。ドアヤネル高いやつ売ってるな。買ってっか。これだね、ありがとう。 元取れるんだろうなこいつ。今度もいろいろ仕入れとくね。めっちゃいい。ランス、ランス。聖騎士で確か3体だったね、依頼は。スマッシュ使ってくる。うん。協約の人、あの人はまあプレイはしないんじゃないですか。プレイヤーではないよね。 KOF 好きなのは伝わってきますけどね。他の声優をちょっといろいろ見せてほしいよな。紹介してほしいよね。なんかあのサリナの声優がなんかアドリブで結構入れてるみたいなこと言ってたけど、サリナの声優は多分藤村あゆみさんだと思うんですけど、あのスト5の伊吹の人、ね、多分ね。あれ戻れないじゃん。いつ、こっちからじゃダメか。こっちからか。
他の声優はまだ結構わかんないんだよな。ユリとかはこの人じゃないかみたいな結構言われてますけど。イオリの声ね、昨日なんか言ってたけど、昨日なんかこの人じゃないか説があるって言われてましたけど、知らない人だったわ。なんか遊戯王かなんかに出てる人。こっちか。俺雑魚戦でピカチュウほぼないんだよこのゲーム。ん？カイザーのトラップ、何の解除だ、デバフか。コンダラがでかすぎて後ろのやつ見えないんだけど、ダンジョンだけでもう3時間ぐらいうろついてる気がするな。もっとかな。今までのダンジョンは1時間ちょいで終わったような気がするんですけど、突然長くなったな。もうボス戦2回やってるしね。やだだだ、させて進めるようになりたいですけど、
まだ先がある感じ。敵チェンジできない。ないよな。ただ魔法使いのこの MP は全く尽きないですね。毎ターン回復でどんどん増える。あら、ということは逃げる。そこ、そこしかないな。あ、ここで絶対出るやつか。でもちょっと消耗しないでいこうか。温存しながら行こう。階段か？まだある。長い。5階まだある。マジっすか。まだ序盤のダンジョンでしょこれ。継承を始めた。マーメイド。ワンワン。ワン。はいはいはい。持てません。もうアイテムいっぱいになっちゃったんだけど。この辺いらないよな。これいらねえわ。アイテム捨てたイベント。何のことだ。ほら、さっきの戦闘で魔物が何かを落としたのに、はいはいはい、アイテム袋がいっぱいで入らなかったってことだよね。うん、しまった。そうだったのか。ふん、おっちょこちょいのリーダーね。このアイテム袋ってあまりたくさん入らないから、いらないものを選別して捨てないとダメかも。くだらないものでも何かの役に立つんじゃないかと思って捨てられないんだ。そうだな、荷物を倉庫に預けるために一旦拠点に帰ろうか。やった。じゃあ早速帰っておやつにしようよ。仕方がないわね。私もおやつに付き合ってあげるわよ。アリシアもリリアも相変わらずなんだから。じゃあメルディーはおやついらないんだ。私がもらってあげてもいいわよ。そんなこと言ってないでしょ。ほらフリーダ、早く帰りましょう。それもいいか。
拾った、拾ったアイテムが埋まってんだよな。金盗んでくるよな。逃げ出したわ。さっきのね、ポータルが開放してるんならもう簡単に戻ってこれるんだけど、よくわからないっすね。埋まってしまう。そんなに広くないのかな。めっちゃ出た。してんのか。凍結で技が使えない。凍結治った。凍結はラーメン食えば治るんだけどな。そうそう、都合よく凍結した時にラーメン屋出てこないよ。なんか一気に埋まった。ボス戦の前まで行ったら一旦帰ろうか。すぐ埋まるな。もっともっと頑張るからね。あ、おっしゃ、ポータル使える。やったぜやったぜからのちょっと埋めて、3階と5階のポータルか。そういうことか。一気に1階からはいけないか。まあまあ十分でしょう。時間かかるね、ここ。ダンス、雷、強靭なリング、非物理カット、ブールドナス、弱い弱い槍ですね。剣士のコート、強そう。これ装備を手に入れる手段がね、鑑定するしかないんだよね。あれ、ブールドナス強い、強いじゃん。練習用に動作とか言って、普通のランスより全然強いんだけど。
らいで払って買ったリング売ったら300ぐらいにしか足らなかった。完全にアヤネルにポられた。いいや、手当てなんでしょうね。棍棒か。舞台妖怪が愛用した武器。いや、また顔見せに来てください。わ、棍を使うキャラはでも今いないんだよな。よし、もう多分ボスですよ、これは。そろそろボスでしょう。ココさん、ココさんはね、常に吠えてますね。ポータルに行くには、こっからか。この右上のあれか。妖怪っぽいな。マーメイド。まだちょっとあるな。生まれた。金持ってかれたっぽいね今。取り返した。解除のトラップ。新しい敵は出ないかな。ミミック、全力だ。潰しに行け。弱点とかあったっけ、わかんないか。わかんないな。ストーンだっけな。レアドロップとかありそうなもんだけどな。聖騎士。いた。危ない。はい。メルビー死んだら帰るしかないぞこれ。
ここか。ここね。ここちゃんではないよ。一マスだけ埋まってないのが超気になる。これな、ただならぬ勇気を感じる。ちょっと待って、何それ、そんな聞いたことないんだけど。え、一回しかできなかった、マジで。ダンジョン入り直したらあるのかな。何だったんだ今の。何かを逃したっぽいな。さとマップ埋めてボス戦行きたいね。そんな話はしてたな。早速届けに行こう。いやまだいいっすね、忘れてましたね、そんな話。敵出るね。エンカウント率下げてるんですけどね。強い。こいつか、左のあそこだけ埋まってない。やっぱり気になるんだよな。逃げらんない、逃げらんないってちゃんと逃げる灰色になってるわこれ。
何もなしと。こっち行っつうか。ってことはやっぱりぐるっと回らないといけない。めんどくせえか。これで行くぞ。やっとボス戦だ。これでまたボスクッソ強いパターン全然あるからな。バフをかけていく。サードなんだ。まだ封印は破られていない。いない。気をつけて。来る。艦長、あんたは下がったろ。ここは俺たちに任せて。早く結界を。なんだこれ、ガーゴイルか。雑魚が多いな、雑魚が。スタントが効くのかね。とりあえずこの曲げ症を中断させる。ワルツ。とりあえずファイヤーでいいのかな。火力高。硬。もうやるしかないよな。小中断中断。いいね、今のところちゃんと中断させてるね。仏棒、魔棒アップ、耐性アップ。硬いっすね。間違えたー。いらだな。がっちり固めてる。死ね。死なない。100減りすぎ。よし、まあ、アイテム使って回復しよう。あいつ弱点なんだろうな。風とかで行ってみるか。誘惑のサンバ、防御力下がった。やめてくれ。前にかかった。一発しか出ねえ。早めにザコ倒せればなんとかなりそうな気もするんだけどね。すげえいっぱい状態アップか。麻痺かかった。麻痺かかったのでかいぞこれ。どうしたもんか。10。あ、やっぱり物理は全然効かないな。これでバフを消す。よっしゃ、消えた。スタンせよ、スタン。スタンはそうそうかからんよな。アイスエッジ使ってみる。あぶねー。さあ、チェイ。体力1691。風に弱いですね。正解ですね。風。OK。あとは事故らないように気をつけて回復アイテム使いまくっていく。殴る。ただね。回復アイテムいっぱい買ってあるからね。
やがった。こっちの魔法攻撃アップみたいなのがあるといいんだけど、それないんだよね。まあでも詠唱とかしてこないかな。あいつ殴るだけかな。ならいけそうな気もする。アイスエッジの方が効いてる気もする。レベル2までいってるから。あ、やっぱ反撃技使ってくるな。そこは注意。殴らない方がいいな、これ。じっくり魔法でいくか。130、やっぱそっちの方減ってるな。強力攻撃使うか。大して減らねえけど。防御力下げてきた。そういうのがあるか。あ、でも体力もう1000切ってんじゃん。これいけるな。勝ったな。じわじわいくか。麻痺で動けない。よし。そういうのがあるのでこれいけるね。ラピッドストーン、行動速度と物理迷宮メジュースピードアップ。よし、盤石だな。麻痺が治った。麻痺治ると話が変わってくるぞ。これがもう手遅れでしょう。スタンしねえかな。スタンはしない。危ない。メルビーが死んだらその場で終了の可能性がある。おっ、あぶねえ、なんかすごいの来た。危なかった。死ぬとこでしたね。高熱範囲攻撃か。やばいの持ってるね。挑発しとくかこいつ。して防御してりゃいけんじゃないの。おい、挑発の効果が関係なし。2回。よし、あと一発。殴れ殴れ。空振れ空振れ。危ない。アップない。いや、いけるやろこれ。
これで死んでくんねえかな。72、残り22、はい、13、さらばリリアン経験値がリリアンの経験値もらえず残念。こんなものか。おっしゃキャーって、ふぅ、よしよしフリード、よし、荒ぶる者よ我が書に。ちょっと待ちなよ。あ、いきなり封印はないんじゃない。何が言いたい。ほら、裏若き娘の肌があらわになればそれなりの反応するんじゃない。どうして欲しいんだこいつは。普通の裏若き娘は石膏なんか体に貼り付けていない。やーとか黄色い声あげたらなんかあるだろう。俺に何を期待してるのか知らんが、話を引き伸ばして封印を逃れようとしても無駄だからな。けどさすがフリード、私は悠長にお話ししてられる状況じゃないっつうんだよ。うん、いい感じ。結界は近づかないで。もうすぐ炎症が終わる。艦長出る。何が出るんですかね。追い出された。なんか出た。魔人。魔人。この魔力。原始と全く違う。買いすぎでしょこいつ。めっちゃ草生えてんじゃんこいつ。闇より生まれし混沌なるものよ。帰れ、お前のいるべき場所へ。強い。すぐに負傷者の救護を。全勢力を挙げて祠を固めろ。絶対に結界を破らせるな。みんな大丈夫か。黒木さんじゃないか。ゴリ地鳴りが気になったのでな、王立騎士団の知り合いに連絡して援軍をよこしてもらった。安心しろ、祠の封印は破られていない。うん、イリーナの結界が祠を守ったんだ。魔人の気配に消え失せた。どうやらイリーナの結界の中に祠もろとも封じ込めたらしい。そうか、よかった。おい無茶をするな。弾き飛ばされた衝撃であちこち怪我してる。肩を貸す、捕まえてくれ。よし、足は折れていないようだな。もう日が暮れる。ここは任せて、先に図書館に帰還してくれ。ただイリーナだけは傷がかなり深い、うん、ここで
処置をしてから私が図書館に送っていく。詳しい話はその時にしよう。班長遅いね。大丈夫だよ、グリシナさんがついてるんだから。こういうイベントシーンはいつもの服に戻るんだよな。だけどさ、魔人とまともにやり合ったんだよ。魔人つったら神だよ、神。さすがの艦長もさ、不吉なこと言わないで。ごめん。大丈夫ですよ、艦長さんなら。お前ら暗くなりすぎだぞ。魔人の復活は食い止められたわけだし、もしまた封印が破られそうになっても正体が分かれば対策も立てられる。次は絶対こんな苦戦させねえよ。頼もしいこと言ってくれるじゃない。艦長、それにグリシナさんも。艦長さん、怪我は？手当てしてもらって随分良くなったわ。まだ少し痛みはするけど。痛むというレベルではないだろう。数日は絶対安静だ。あなたったら相変わらずの堅物ね。それじゃ私は先に失礼するわ。みんなも今日はゆっくり過ごしなさい。で、グリシナ、艦長の本当の容体は？かなりの重傷だ。魔力も体力も著しく消耗している。動けなくても不思議ではないんだが、今は気力で持っている状態だと思う。しばらくは負担をかけないように気遣った方がいい。辛いのに普段と同じ顔してるなんて。あの人プライド高いからね。泣き言なんて私らの前じゃ絶対言わないよ。フリード、私もこの隊に入れてはもらえないか。お、仲間になる。よし、このタイミングで。いや、最初に会った時から考えていたんだ。この国の大事な、己の巧妙のためだけに剣を振るっていていいのだろうかとな。給料安いぞ。言っておくが、給料安いぞ。そんな心配はしていないよ。冒険者をやっていればいくらでも金は稼げる。マジか。10年は遊んでいられる程度の資金はあるからな。それに、たとえこのまま無事魔人を封じ込めることに成功したとしても、やるべきことは山積みだ。発生した変異種の駆除、増殖した魔物たちの駆逐、エリアの正常化。手が大いに越したことはないだろう。ああ、そういうことなら大歓迎だ。はい、グリシナ先輩、いっぱいいろんなことを教えてくださいね。よろしくお願いします、グリシナさん。あ、こちらこそよろしく頼む。よし、それじゃあ今日は解散だ。これで6人パーティーなのかな。うん、かし、違うな。一匹狼さん、それパーティースキルって書いてあるな。パーティースキルって証が多いほどパーティースキルの能力が上昇します。そうなのか。あーはーはーはー。でバーサーカーになっとる。あれも一回クラスチェンジしてる状態ってことかな。一回セーブして、これってレベルリセットで初期パラメ、初期クラスに戻るみたいなことになる。お、変わった。すごいすごい格好だ。まあ、ちょっとこれは試しに見ただけなんで、別セーブに分けて、で、ロードして、あれ？これもしかして、あ、入ってるよね。あ、加入してないか。パーティー編成に入ってない。あ、5人パーティーなんだ。6人じゃねえんだ、やっぱ。5人パーティーだから誰かを外さないといけなくなったと。
しいな。これで誰か外すってなったらな、リリアンかな。あの被ってんのはアリシアなんだけどね、戦力的にアリシアいないと相当きついだろうからな。斧ですね。ちなみに技はスキル、まあ同じかな。基本はクラスごとだから同じなんだな。マックスマサリーでいくか。ぐらいつけてダブルアタックアベンジャーレイジング、バーサークついてるな。耐性アップ、プレパレーション、ダークオーラ、このぐらいつけとくか。ちょっとリリアンとチェンジするか。クリシナさん真ん中、アリシア、モニカ、モニカも別に全員じゃなくてもいいんだけどな。花はどこで渡すんだ。さてどれをこのまま、よし始めよう。上出来だな。防御時に HP 回復いらないかな。時をあ、すぐ避けてる。有利か、いけるよ。これで作るの、よし始めよう。上出来だな。アジリティショーアップ、栄翔タダンス、人間と人魚、中断率だ。キョンシーこのまま、よし始めよ。ひとまず成功。雷耐性マーメイド。始めよ。今後は我の力となれ。HP 消回復か。他に行くか。らっしゃい。ハンティこちら。マイドアリー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 。エロい本。もうエロエロです。エロい本だ。いらないものですかい。マイドアリー。どうやって使うんでしょうね、これね。マイドアリー、マイドアリー、マイドアリー、マイドアリー。また倉庫に保管だな。イベントが多分発生すると思うんだけどな。一回外に出てみる。やっぱり、あ、はいはいはい、ここでね、積んできた花ね。フリードさん、それに皆さんも、ようこそ監視協会へ。これ頼まれてた北隅でだ。それだけで足りる？十分です。これでいつも通り聖アシウスの日を迎えることができますわ。皆さんありがとうございました。ほらみんなもお兄さんお姉さまにお礼をしましょう。お兄さんお姉さん、下隅でを積んできてくれてありがとう。シスターフィオラよかったね。みんなボブキャラもちゃんとグラフィックがある。そうだ、みんなで食べようと思ってクッキー持ってきたんだよ。あ、ありがとうございます。美味しそうなクッキー。ほらみんな席についてお祈りをしましょう。はーい、やったー。さあみんな目をつぶって父の
ちの15人のチビたち、こんなお利口にしたことないですよ。これもフィオラさんの教育の賜物なのかな。私も見習わなきゃ。フィオラさん、私たちとそんなに年も違わないように見えるのに偉いね。ねえ、そこ黒い影を背負いし者が一人。ん？どれどれ？ユーノみたいな髪型をしてる。あら、ほんとどうしたんだろう、ポツメント。何、灰にそびれたのか。声でもかけてみるか。おい、お前。そう、そこのお酒の。みんなおやつ食べてるぞ。行かないのか。お酒じゃない。うん、リゼリエッタ、あれ、これも仲間になるキャラかな。ってことはフィオラさんの妹さん。他の子もみんなお姉ちゃんの兄弟だから血はつながってないけど。うん。わあ、すごいね、器用だね。ずいぶん熱心だな。これお前の趣味なのか。もしかして内職？内職？ブドウのつるかごって市場に持っていけば結構な値段で買い取ってもらえるんですよ。でも素材を手に入れるのが大変で、私は断念してしまいました。だけどなんでお前みたいな子供が。シスターもあんなのんびりしてるし、姉に困ってるようには見えないぞ。お姉ちゃんは信じてるから、神様は。だけどどれだけお祈りしたって、神様がお金をくれるわけじゃない。お姉ちゃんは神様のご加護で、困った時は寄付が集まるって言うけど、この騒ぎでそんなの頼ってられないよ。私は神様なんて信じてない。お祈りなんて絶対しない。いるはずのない神様なんかに頼って施しを受けて生きていくの嫌だから。リゼ、どうしてそんな悲しいことを言うの。私があなたと出会えたのも、こうして姉妹となれたことも、神様のお導きがあったからでしょう。それにほら見て、こんなにたくさんの北隅で聖アシウスの日を無事に祝えるのも、皆さんの善意と神様のご加護があるからだわ。いやー、そうのですね。リード、気まずいでしょうよ。あんた何とかしなさいよ。あ、いや、俺はだな。私がここにいるのは神様のご加護なんかじゃない。お姉ちゃんが拾ってくれたからだよ。神様なんて信じない。この世界で私が信じてるのはお姉ちゃんだけ。それにその北スミレだってこの人たちが取ってきたんでしょう。神様じゃないよ。日曜の朝までにあと10個作らなきゃいけないから、邪魔しないで。ねえ、あなたはお金の心配なんてしなくていいのよ。リセ、皆さんの善意を信じましょう。きっと神様が良いように取り計らってくださるわ。シスターフィオラ、早く食べないとクッキーなくなるぞ。紅茶も食べちゃうよ。ほら行こうよ。おっと、ヒルデ、あなたたちは先にいただいてなさい。私はリゼを連れて行かないと。リゼはどうせ来ないよ。人形と遊んでる方が好きなんだから。そんなことないわよ。ね、さあみんなと一緒におやつをいただきましょう。今日はわざわざ来てくださったのにすみませんでした。いえ、いいんです。子供たちと遊べて楽しかったですし、のんびりしてて素敵な教会ですね。今度は弟たちも連れて遊びに来ます。ええ、神様はい
いつでも門を開いて待っていますよ。あのリゼにもよろしく伝えてほしいんだけど。おお、珍しいね。リリアン、シンパシー感じちゃったか。あ、しっかり者のシスターがいればリリアンみたいにはならねえだろ。それじゃあまた。さようなら。はい、皆さんと皆さんが愛する人に神様のご加護がありますように。聖アシウスの日のバザーにはぜひ遊びにいらしてくださいね。うん、確か説明書に載ってたキャラだと思うんで、フィオラとリゼですね。全然見た目が違う。小倉優衣ですね。よし、じゃあもう何もなければ多分またイベント発生すると思うけど、今日はここまでにしておきますか。セーブして終了で、やっとダンジョン終わったわ。よし、じゃあ終わるかね。また俺は KOF のトレもやりますわ、一人で。ちょっとネルソンは相当やらないと分かんないっぽいんで、手癖でちゃんとこう中段下段ちゃんとつながるコンボができるようにならないとな。よし、じゃあありがとうございました。お疲れさんでしたです。また今度。はい、失礼します。